はい、皆さんどうもこんにちは、ひろしの隠れ家です。今から来てください。40代私ひろしの趣味や生き方をさらすそんなチャンネルになります。今日のひろしの隠れ家は宅飲みを楽しもうシリーズということでですね、世間はね大変なことになっているんですけれども、山形県もですね外出自粛要請がね出ていまして、なかなかね身動きがね取れない状況に、なんかどこにもね出かけられなくて、ちょっと悶々としているような状況なんですけどもね、まあ、どこにもね出かけないように努めている次第であります。しかしね、まあそれはそれで楽しもうということですね、今日はね宅飲みをねしていきたいなと思っています。まあ今はですね大体昼の1時過ぎぐらいなんですけれども、まあ、これからね、まあ、こんな昼過ぎぐらいから早速ね飲んじゃおうかなと思っています。まあ、まずはちょっとね外に出て、まあかみさんの要請でですね草むしりをちょっとしてからまた飲み始めようかなと思っています。ではちょっとね草むしりをさっとしてで飲みたいなと思います。いやね、良かったですね。こう桜のね、ちょっとこんな感じでね、フレーバーの効いた山桜もね、最高でしたね。でこれからちょっと夜ご飯の時間になるんですけど、これからね、カレーを作っていきたいなと思います。はい、無事にですね、カレーはこのようにね、完成しました。でね、カレーをつまみに、またね宅飲みをしようかなと思っているんですけれども、まあ皆さんね自宅のカレーって何使ってますか？うちはですね、まあ、主にバーモントカレーとねジャワカレーのミックスなんですけど、まあ今日もねそれで作っています。でね、カレーに合うウイスキーって結構難しそうじゃないですか。皆さんだったらカレーに何を飲みますかということですね。まあ、私、まあ、ヒロシの隠れ家流のねですね、カレーに合うウイスキーをねちょっと今日はご紹介したいなと思うんですけどね、私はですねなんとこちらバランタイン17年、こちらのね、まあ、ハイボールをねおすすめしたいなと思っています。ではね早速作っていきたいなと思います。はい、それではね早速ハイボールをね作っ
作っていきたいなと思います。はい、ではね、早速こちら今作ったバランタイン17年のハイボールをね、いただきます。あー、美味しいですね。カレーもいただきたいなと思います。うん、今日のカレーも最高に美味しいですね。でね、やっぱりこのカレーのこのスパイスの、ね、風味と味は結構強いので、このねバランタインのね、この魔法の七柱と呼ばれるね、このいろいろなキーモルトのこの風味と味わいがですかね、このカレーにね絶妙に合うんですよ。本当にこれ合うんですよね。うん、このねカレーのスパイスに負けないこの力強い味わいがね、バランタイン17にあるので合うのあるので、ぜひね試してみてください。本当にね美味しいですよね。うん、すごいマリアージュですよ本当に。まあこれは私だけかもしれないですけど、本当に試しにぜひねバランタイン17年のハイボールとカレーをねちょっと試してほしいかなと思っています。まあ本当にね外出自粛ということでね、気持ちもちょっと落ち込みがちなんですけれども、こうしてね少しでも楽しみをね見つけて心をね盛り上げていきたいなと思っていく次第なんですけどもね。いや本当にこれ美味しくてね、どんどん進んじゃうんですよね。本当にカレーと合いますね。まあね、私はちょっとこれからまだまだ飲んで食べてっていうことをちょっと行っていくんですけどもね、まあ、今日の動画はこの辺でということで、皆さんもねぜひこの宅飲み、もう家でねなかなかやっぱ外に出れないんで、宅飲みをちょっと楽しむような内容をねちょっとこれからもちょこちょこと出していければいいんじゃないかなと思っています。まあ皆様もね創意工夫で宅飲みを楽しみましょう。はい、ということですね、今日のひろしの隠れ家は宅飲みを楽しもうシリーズということですね。今日はですね、花見酒とカレーに合うウイスキー、こちらの方をですね、ご紹介させていただきました。ではまた。